石上さん、今日はありがとうございます。時間取っていたおだ願いしき。ます。最初に簡単に、まあ、名刺代わりみたいな形で、僕ら2事務所の作品の、まあ、簡単な紹介というか、まあ、スライドを見ていただくような感じなんですけど、これは僕ら、シェンク服部が、設計していたもので、2年前の大阪の、覚えてらっしゃるか分からないですけど、展示の時にもちょっと出してたやつなんですけど、まあ、最近完成した、まあ、自然公園のところのエントランスパビリオンみたいなものですね。こういうのを、まあ、作ってます。次を、次お願いします。私たちもスギブリアのアンダーサティファイブで、シェンキャットルと同じ時期に参加しまして、この作品もちら少しだけお話しさせていただいたんですけれども、南アフリカの個人邸で離れの部分を設計したもので、去年ちょうど竣工したものです。で、この時は建築のプロセスがどう空間に影響しているかということを問いに持って取り組んだもので、1階部分がコンクリートなんですが、その型枠をばらさないで、そのまま最大5階再利用することで、内装の床だったり外装すべてを、木その型枠で最後仕上げていったものです。スティーブンス、could you go to the next? で、ここからは今回のデシンゲルでの展示の簡単な説明をいたします。で、今回のパビリオンはデシンゲルの中庭に、位置しています。模型や、まずフランダース建築協会からバックフロムジャパンというテーマのもと展示をする機会を得まして、で、私たちオフィスの、図面や模型であったりを展示して来場者に見てもらうのではなくて、実際に体験してもらいたいということから、パビリオンを建てることにしました。で、これが展今覧会回での、は図面とかないんですか？このパビリオンのみを展示してるってことですか？展覧会で。一応図面というか、内部に小さな空間があって、そこに家具であったり映像だったりを置いてはいるんですけども、こちらのパビリオンがメインで今、で、今回のこのアンスポークンというテーマにつながっていくんですけれども、建築において紙の上であったり口頭で表現しづらい、できない性質って何だろうということを、まあ、頭に置いた上で今回のパビリオン説明をさせていただくんですけれども、過去の展示に使われた資材、展示資材にそのままそれを変更することなく、再利用することでどんな空間や建築体験が生まれるかということに、興味を持ちまして、そこでヤン・ファーブルのによる演劇に使用されたパネルを使用して、こう傾斜のある中庭の地形に押し込むように、両端を押し込むように、パネルを設置して、で、またパネル同士の、両端が重なるように、設置して、壁と屋根を作っています。で、屋根の上には石上さんの、展示で使用されたビニールの床材をそのまま再利用して、防水加工としています。で、その上からさらにケースデザイン展で使用された半築ブロックがあるんですけれども、それを重しとして乗せていくことで固定させています。で、このパビリオンの形態や内部の空間っていうのは徐々にこう微妙に変化していくんですけれども、実際に訪れる来場者によってしかその味わえないというふうになっています。と言葉で説明したんですけれども、やっぱり実際に行ってみないとわからないということに尽きるかなと。ということで、では大輔君の方から質問の方に移って。いただけますか。はい。ルナちょっでとす。もう一回最初のやつの説明、ちょっともう一回してもらえますか？この前、昔に聞いたと思ったけど、ちょっともう一度聞きたかったんで。はい。最初の。Even can you go back to Palembang?木造の、パビリオンなんですけれど、第一次大戦の跡地で、今まあ綺麗な自然公園になっている場所なんですが、そこのエントランスに、まあ、今ちょっとエントランスが分かりづらい。で、エントランスから、まあ、道が、十字に伸びていってるんですけど、どっちに行ったら何があるのかとかもなかなか分かりづらい。で、あとはそのエントランスにこの公園のことと、あとその第一次大戦の、
まあ、戦争の歴史だったりっていうのを展示する、まあ、ちっちゃな、展示インフォメーションセンターみたいなのを作ってほしい。で、まあ、小学生の社会科見学とかでも使われるので、そのエントランスのところでちょっと人がたまって、まあ、先生がそのガイド、ガイダンスを与えるようなことができるようなパビリオンを作ってほしいということを言われまして、で、まあ、やったことっていうのが、そのこの公園ものすごく広いんですけれど、でそこを回ってる中で感じたのは、基本的にあんまりこう人がたまる広場みたいのがある空間ではなくて、ずっとあの道を散策する、道を歩いていく中でそこから見える景色だったりとか、その戦争の歴史、例えばあの爆弾が落ちたところが今池になってたりとかするんですけど、そういうものを眺めながらどんどんあの歩いて巡る、歩く、あるいはサイクリングで巡るっていうような空間体験なので、そこにあんまり新しい、全く今ない質の空間を作るのはちょっと違うんじゃないかなと思って、でそのエントランスのメインの道に沿って、その道にちょっと屋根をかけるような形でパビリオンを作ろうというふうに考えました。でその時に、まあでもその要求の中では広場的なもの、人がたまれる場所を欲しいと言われてたので、そういう空間みたいなのをどうやってその道的な場所の中に入れることができるかなっていうのを考えて、でその、まあ、木造が一番安いので木造で作ったんですけれど、その構造的に、短手の構造ユニットみたいな、この 3本の、まあ、トラス状の形で、あの安定を取ってるんですけれど、その組み方っていうのが、まあ、木造なんですごいあの自由にその接合の点をあの移動させることができるっていうのを利用して、隣り合うユニットごとにちょっとずつその接合の位置が変わるような形で、その断面のプロポーションがちょっとずつ変わっていくっていうようなことを考えて、なので最初の一番この長い、屋根の一番端の方では、まあ本当にただの道にちょっと屋根がかかってるっていうような、まあ、動線的な空間から、その下をどんどん歩いていくと真ん中の方に行くに従って、屋根下の空間っていうのがちょっとずつ広がっていくので、まあ、その真ん中のあたりでは、まあ5人、10人、15人の人がたまって、ちょっと話をできるような空間が作られている。で、あとはその展示だったりとか、まあ、農具用の、ちっちゃなストレージスペースみたいなものは、そのこの場所をただ何も考えずに歩く人たちにとってはそんなに必要なものではないので、普段そのこの壁がバーって並んでるところの奥に、ちょっと図面で平面で見ていただくと分かるかと思うんですけど、細長い三角形みたいな空間が隠れていて、そこにそういう機能が収まってるんですけれど、それを開ければ中に空間があって、その中の用途を使えるけれど、そのインフォメーションエントランスゲートとしては、それが閉じているときは、まあ、その屋根とその屋根下の空間だけがあるっていうような体験にしたいなということで、まあ、そういう形のものを作っています。なるほど、以上です。あともう一個、あのパインコンクリートハウスのやつですね、2個目のやつで、その、うん、もうちょっと詳しく説明できます。あの型枠、最初上の上窓とかもあるじゃないですか。そのどういう形でその下のコンクリートを打つときに型枠として使われてて、上に下2階にこれを持ってったときに、まあ、どこを変その型枠、元々の型枠から変更したのかとか、ちょっと分かりづらかったんです。今写真で、あの左下に写ってる写真はすべて、あの1階がコンクリートと申し上げたんですけど、2階の一部も、はい、あのコンクリートで、その写真の左下に写ってるところは一応すべてコンクリートなんですけども、そこで使った型枠は本当にあの変更せずにそのまま、例えば隣の右の隣に写っている。例えばこの、ま、窓みたいなのとかありますよね。窓、はい、型枠だから基本穴は開いてないじゃないですか。こういうところは開けたってことですか。あ、今ここです、ね、窓開口部みたいなのが映ってると思うんですけど、エントランスみたいなの、はい、上の部分に、はい、こういうところは型枠に穴を開けてるってことですか。それは、小さい型枠の
部分を使っています。え、でもここはもともと埋まってたんでしょ、板で、板というか型枠で、はい、っていうところでな、ここじゃなくて、ここのさ、なんていうの、このここのこういう開口とかそういうのっていうのは後から開けたってこと？ちょっと待ってくださいません。失礼。ああ、これは。型枠は剥がした後にその位置を移動してこう2階に持ってったみたいなことじゃないですか。はい、ああ。僕もちょっとわからないですけど。なるほど。だからこの1階のコンクリートを打つために使った型枠を剥がしたやつで2階の壁を作っているっていうことなのかなと思いました。なるほど。単にスライド。まあでも、まあいいか。でも開口は開けてんだよね、多分。なんとなく。うん、すいません。型枠は本当に変えることはせずに小さな部分に使用したものを再利用しています。え、普通にストンってこう1階のあれ、つまりということなんだ。この型枠そのままストンとこう上に持ってかれたっていうよりは、こういろんな型枠を集め、一回一回っていうか、その下の部分に使った型枠を集めて、はい、場所ごとに再配置してるってことですか、型枠を。そうですね、はい。ああ、そういうことなんですね。なので床も今映っている床もすべて、型枠を裏返しにして、そのまま使ったもの。例えばこう今左下の、この部分、左下にちょっと見えづらいんですけども、はい、螺旋階段の、上部のこう丸い出っ張りといいますか、それも螺旋階段の形がそのまま、そこに出てきているという。螺旋階段の部分が、螺旋階段がこう円形なので、木の部分もその円形の型枠を使った、形が木の部分にも、出てきています。螺旋階段どこですか？右上です、はい、でこれがどこに型枠が出てくるのか、ここってコンクリートじゃないんですか？2階の部分これで使ったやつがここに出てくる。こっちです。あ、そっちです。あ、ここに使ったやつが、ああ、そういうことか。はいはいはい。なるほど。で、2枚目の、左下の2枚目の、すごい不思議な形の、ひさし、ドアのひさし、玄関のひさしも、螺旋階段の、降りたところから出てきた形で、派生した形です。え、これ今左下の写真っていうのはまだ2階の型枠がついてない状態ですよね、これですね、はい、まだついてない状態です。でここにコンクリートの型枠で出来上がって、で、はい、木の型枠をつける前ってことですよね。そうですね、はい、つけた後がその隣の右の写真、まあ、その他全部なんですけど、がつけた後の写真になってます。なるほど。基本的なところちょっと聞いていい？ちゃんと今これさ、高杉さんと、まあ、服部くんが、はい、今、これ一緒にやってるんだっけ、事務所として。どういう状態なんだっけ、今これ。ちょっとそこの基本情報なんか、はい。そうですね。すいません。僕らがさっき説明したやつは、うん、僕とスティーブン、自分たちの事務所でやっています。で、この、ファイルコンクリートハウスはスギベリーがやっています。で、この展示を、2事務所で一緒に共同展という形で今回やったんですね。
ああ、なのそういうで、一緒にやってるのはこの展示だけですね。ことなんだ。ああ、で、この展示が、そう、共作ってことなんだ。そういうことです。ああ、なるほど。すいません、わかりました。はい。で、なんで、どういう経緯でこの展覧会を2つの事務所でやることになったんですか？あやさん、お願いしてもいいですか？ミュートになってます。アンダー35の大阪での展示がやっぱり一番大きくて、でそれと別にあの、まあ、本当はヤンデフェルダー展があって、それを彼らが日本でギャラマでやった展示を持って帰ってこっちでやるっていうので、バックフロムジャパンということで、それに絡めて若手の建築家も一緒に展示しようということで、まあ、大きなバックフロムジャパンというテーマのもと、ヤンデフェルダーたちと私たち2つのオフィスということで声がかかったのが、始まりですね。ただ実際にはあのヤンデフェルダー展と私たちの展というのはもう割とこう別々のものみたいに最終的にはなっていたんですけれども、そういう経緯がありました。時期としては同じ時期っていうか今やってるんですか？時期としては同じ、最初はそうだったんですけども、結局あの彼らの方が少し早めに始まって、でコロナがあって私たちのはもう1年ぐらい遅れてのスタートになって今となってしまってます。なるほどなるほど、わかりました。だいぶなんとなく理解しました。でここからはどういうふうに進みますか？もともとはあのこちらで、まあ、それを、まず簡単に説明させていただいてから、はい、僕らが興味のある質問を石上さんにぶつけて進めるっていう形で考えてたんですけど、はい、せっかく今、こんなちゃんと見ていただけると思ってなかったので、見ていただけたので、はい、何かこう好評というか簡単にしていただいて始められたらなと思ってますけど。なるほど、はい。まあ、そうですね。じゃあ、パビリオン、エントランスパビリオンのやつは、はい、まあ、この2つ、まあ、あれですよね、やっぱりこう、なんだろう、まあ、仮説にも一瞬見えるような、まあ、はい、そういうような作り方っていうが、まあ、公園の、中にすごく軽やかで、なんだろうな、こう、馴染んでるというか、そういうのがなんかちょっと新鮮かなと思ってるんですけど、僕も 100% まだ理解できてないところあるんですけど、この90度曲がってるじゃないですか、はい、90度囲ってて、この、はい、ここの、上から下に向かうその水平の部分、はい、プランで言うと水平なところに対してこの垂直な下に伸びてる壁っていうのははい、写真でどこになるんですか？ Steven, can you put the first page again? The first one. That's this. この写真で言うと、ここです。これがちょうど、エントランスの手前の駐車場のところに車を止めて、まっすぐ歩いてきて、公園に入ったところの、うん、視線ですね。うん、なので、この写真で言うと、こっちの方からこう来て、今、うん、このこっちの方向を見た写真っていうのが、これになります。ああ、なるほど。これ、使い方としては、その、はい、まあ、道路側っていうか、まあ、この道側のところ、はい、の屋根を使うってことなんです。それとも目的としてこうこの建物と一緒になんかこう囲まれたエリアを作ってるじゃないですか。はい。そっちがメインなんです。どういう理由でこういう形のプランニングをしたのかっていうところと、はい、使い方としてさっきそのまあ道のところはなんかこう説明とすると分かったんですけど、この内側の部分ってどういう形になるんですか、使われ方として。はい、内側の部分が実はこの
部分っていうのが、そのエントランスのところを、管理してる守衛さんが普通に住んでるんですね。で、ちょっとおかしな形になっていて、エントランス入るとなるので、普通におじさんが生活してるのが最初に見える。っていうので、ビジターにとっても、その守衛さんにとっても、あんまり好ましくない、スタート、体験のスタートだと思っていたので、もともとの敷地っていうのが、この道に対して、こっち側の敷地を使ってパビリオンを作るっていうコンペだったんですけど、それよりも、ここにこう持ってきて、まずその体験のスタートとして、今起きてる変なことを解消する。で、守衛さんも、まずその守衛さんの庭としてのプライバシーを確保してあげるところが、まあ、まず最初なんじゃないかというので、その敷地をまずこっちじゃなくて、こっちの方じゃないっていうところからスタートしたっていう感じですね。あとは、こっちの、壁っていうのは、この先が、この守衛さんの、家とつながってるんですけど、カフェがあるんですね。この、まあ、自然公園。で、そのカフェの方に向かっていく動線っていうのもちょっと分かりづらくて、カフェがあんまり使われてないっていうのがあったので、この壁を立てて、そこにインフォメーションボードを並べて、で、その自然とカフェの方に行く動線を確保するっていうような考えです。うん、なるほど。で、そのコンペの元々の敷地だったところっていうのは、今どういうふうな状態になってるんですか、はい、今って。今は、この下の写真にあるこの木がぶわっと生えてるところですね。はいはいはい、なので、まあ、普通木が生えてます。あ、じゃあもう元々、さら地としてあるわけじゃなくて、もうそういうブッシュというか何かこう木が相当してる場所だったんですね、じゃあそこは。はい、で、木がこうずっと道に沿ってバーッと立ち並んでる、まあそれはそれですごい綺麗なので、はいはい、そこを敷地にするのもやっぱりおかしいよなっていうのが最初ありましたね。うん、なるほど。あ、よくわかりました。そうですね、まあ確かにそのまあ要はこう、まあ、公園のファサードというかそういうの最初に作ったってことですよね。で、そうです。で、まあ動線、あの公園の中のこう動線に沿ってこう庇が伸びてるっていうの、そういうプランニングってことですよね。はい。なるほど。やっぱ僕がやっぱ面白いなと思ったのは、本当にそれこそ舞台装置というか、まあそういうような簡単な仮説的な工法で何だろうこう作ってるんだけど、何かこうこの反復性によって何て言うんだろうな、こうその仮説の何て言ったらいいんだろうな、こう仮説何だろうな、仮説の何て言ったらいいのかな、その反復性とその仮説性がなんとなく面白いなとか思ってたんですけど、その反復し、もう単純に反復してるだけじゃなくて、その反復することによって微妙にずれていくような、まあ、今回のパビリオンも、まあ、似たようなところがあると思うんですけど、こう微妙なこうずれとこう規則的なこう反復性で、実際その規則性っていうのが、まあ、広報にすごく強く結びついてるってところが面白いし、で、このやっぱこの反復することによって、まあ、回廊のような、なんだろうな、こう人を導いていくような、感じになってるのが、まあ、面白いなというふうに思ったんですけど、この僕からの質問として、その、はい、もう一つその、さっき言ったような、その、こう反復することと、こう微妙にこう何かずれていくことっていう、のがどういう意図でされているのかっていうのをちょっともうちょっと説明してもらえますか。はい。まず一つあったのは、その要求に対する違和感としては、要求に対するものとそのこの敷地に行った時の感じたものとの違和感っていうのが、やっぱりその道であることみたいなのがこの場所のキャラクターを作ってるっていうのの反面、その広場的な、機能が求められてた。
で、じゃあそれをどうやって作るかっていうのを考えたときに、できるだけその広場っていうのが広場ですっていう、ここがその人がたまる場所ですっていうふうに示唆されてない形で、自然とそこになんとなく人が集まる、そこが広場だって考えて集まるというよりも、自然と歩いてたらそこに集まるっていうようなことができないかなというのを考えていて、でそれは普段から結構気にしてるんですけど、そのなんか物を作った時になんかそれが発してる意味みたいなのが人の心理にどういうふうに影響するか、でそれがあんまりこうやっぱり、あ、ここはこういうふうに意図されて作られた場所だからここに集まろうっていうふうになるのってあんまり気持ちよくないんじゃないかなというのはよく話をしていて、今回の場合もそういうのがあったので、できるだけ意識させない、気がついたらそこに集まってるっていうようなものにできないかっていうのを考えた時に、その木造ってやっぱり点と点をこう結んでいくやり方がすごく、まあ、最初にこの構造で固めるっていうのがあった上ですごく自由にできると思ったの でそれを使ってまず道が気がついたら広場になってまた道になっていくっていうようなことをやったら、その僕らが考えているようなことができるんじゃないかなというのを考えていました。そのこの仮説性っていうのはこう意図的というか、何か強いコンセプトというかありますか？なんかそうですね、そっちの方が難しいな。なんかあんまり、はい、まあ、結構結果的にっていう感じが強かったような気がするんですけど、まあ、そのできるだけその単位を自由に動かせるものっていうのと、まあ、あと、まあ、予算が結構厳しかったので安価なものっていうので木で組んでっていうのが出てきて、で、まあ、あとは、まあ、ありきたりな話かもしれないですけど、まあ、このパビリオン自体があんま主役になっても意味がないので、できるだけ軽いもの、あんまりそれ自体にこう重厚感とかないものの方がいいんじゃないかな、もうちょっとだから感覚的な部分です、ね、でそういう形に落ち着いたんだと思います。他の作品は見てないんだけど、他の作品もなんかそういう今のこの作品と共通するところってあるんですか？あるとしたら、そのやっぱりできるだけこっちがこう操作してる感じを与えないように場所を作る。で、まあ気がついたら人が自分の痛い場所にいるっていうような空間のシークエンスみたいのを作りたいなっていうのは普段からよく考えてることだと思います。なのでそのちっちゃい1個のなんかシステムみたいなのをちょっとずつこうバラしていったり変換していって、全然違う質の空間まで変えていくみたいなことはよくやっている1個の興味としてはあると思います。なるほど。なんか今回のパビリオンとも共通するところで、さっきの微妙なそのズレっていうのが、まあ、はい、割と何て言うんだろう、こう、まあ、全体のその要はこう歪みみたいなものが、まあ、ディテールから来てるところがちょっと興味深いなと思って、そこにちょっと、はい、魅力と不思議さを感じたんですけど、その要はこう意図的にこう形を作るというよりは、まあ、さっきシステムと言ったけど、その何かしらその広報的なディテールのスケールがだんだんとその建築の歪みとしてこう発展していくような、なんとなくそういうような印象を受けてるんですけど、そこら辺ってその意図的にその形を作ることと、そういうなんだろう、こうなんディテールみたいなものが全体のこう形に波及していくっていうところは、何か考えてることってありますか？例えばこの板厚とかその木材のその、はい、なんだろう、こう寸法が、はい、そのまま全体のこの形のに発展していくじゃないですか。要は、はい、
の意図してこの要はこの三角形の部分にしても意図してその三角形をこう作る要は直線でこの意図的にこの三角形が作られているというよりはあのこの三角形 の, この頂点からあのこう広がっていく底辺の部分までのあのこの広がり方っていうのは、まあ、元を正していけば、はい、あの一個一個 の, その柱なのかな、なんかその、はい、あのこ の, あの寸法が何枚かとなったところで根拠付けられてるじゃないですか。はい、そこら辺と、なんか要は、それがすごくその広報とその全体 の, その形状と、がこう強く結びついてるところだと思うんですけど、そこの意図っていうか、まあ、面白いと思ったら不思議な魅力だと思うんですけど、そこはもう少し言語化してもらえると面白いのかなと思ったんですけど難しいですね。一個あるのはその普段のスタディの時からあんまり全体のボリュームから考えていくみたいなことをしないようにしていて、なんか建築ってそのいろんなスケールがあるじゃないですか。で考えてる時っていうのはそのスケールの間を、自由に横断できるの で, で最後出来上がったものはやっぱものとして立ち上がるんですけど、そのプロセスの中でのスケールのジャンプは自由なので、大きいスケールとちっちゃいスケールを同時に考えていく。一番最初からすごい小さいその何ミリ何十ミリみたいなのが全体としたらどういう、変化を生むのかみたいなことも考えながら全体を考えていくと、なんかそのスケール、いろんなスケールがあるんだから全部使った方が豊かなものになるかなと単純に思っていて、でそういうものに近づいていくかなっていうのは普段から考えてるので、それがまあ結果的にそのディテールが空間を決める要素に結びついているということになっているのかなというのは思います。まあ、それがなんか全体の柔らかさも作っててなんか面白いなというふうに思いました。はい、あとは次あれかな、パインコンクリートハウス。パインコンクリートハウス、これはどういう発想からこういう要はコンクリートプラス型枠像みたいなところになったんですよね、これっていうのは。まあ、コスト的な話なのか、もうちょっとなんか強い意図というか、クライアントの要望なのか、何かしらあったと思うんですけど、どういったところからこの回答にたどり着いたのかってところをちょっと説明してほしいなと思ったんですけど。やっぱりプロセスがどうやって形になっていくかということに興味があったので、まあ、コストとしては余計にお金がかかったかと思うんですけども、型枠を作るのにすごく大変だったの で, で, なる で, できるだけこう自分たちでデザインというか形を決めなくても、その型枠がこうだからまあどう使うかというので2階の部分の形が出来上がってくるということを試した。で先ほどすいません時間がかかってしまったんですけども、この小さな型枠、これどこのっていう、あれは基礎に型枠を固定させるために作ったコンクリートの型枠の部分を再利用して、あの上の窓下の部分ですね、に使用しています。うん、なるほど。で結果どうなんですか、これ言ってみるとどういう感じなんですか。要はコンクリートと型枠の差っていうのがインテリアではっきり見受けられるのか、それとも割ともう馴染んで一体化しちゃってるのかって どういう感じなんですか。なんか写真見ると扉のところとコンクリートの部分がすごくやっぱほとんど見分けがつかないぐらいの感じになってるじゃないですか。実際はどうなんですか、はい、行ってみると。だいぶかなり馴染んでますね。はい、まだ実はでも本当に完成してからは行ったことはないんですけれども、まだ行けてなくて、まあ、いろいろ事情なので行けてなくて、でもまあこの状態では見てるんで、だいぶ、はい、馴染んではきています。はい、ああそうですね。でこれはゲストハウスと花レなので、オーナー、はい、この右隣の方に母屋があるんですけれども、はい、オーナーが母屋から離れてちょっと一人になりたい時とかに使う、書斎で、1階部分ガラージなので車庫で、2階部分が書斎になってます。
その確かにその建築のそのプロセスというか、まあ、工法的なそのプロセスが、まあ、そのまま空間として立ち上がっているというところはすごく面白いと思うんですけど、2階の部分をその木造にして1階の部分をコンクリートっていう構図はすごく分かりやすいじゃないですか。で、一方でその2階の一部をコンクリートにしたって理由は何なんですか？後ろの部分があの崖になっていて、だいぶあの掘って建てていまして、なので2階の後ろのコンクリートで作ってる部分も、まあ、若干あの丘に近いというか崖に近いというか、そういうので、安全の面も含めています。そういう意味で言うと、その要は型枠の部分とそのコンクリートの部分っていうのを、まあ、こう断面的に1層2層で分けるっていうよりは、そのプランで分けるって選択肢もあったと思うんですけど、それを今断面で分けてるっていう理由はどこら辺なんですかね？断面で分けてる、要は1階部分がコンクリートで2階部分が今木造っていうか型枠造になってるじゃないですか。でも選択肢として、まあ、要は奥側、要はこの、奥側というか、その階段がある側の方がコンクリートで、手前側が木造という選択肢も、要は今1階、断面で1階分がコンクリートで2階が木造になっているけど、はいはい、そのプラン的に、まあ、奥がコンクリートで、手前が全部木造みたいなことも考えられるような気がするんですけど。その断面で分けたっていうのはどういう理由ですか？うん、2階部分は先ほど申し上げた通り、その防犯とかそういうことも考えているんですけど、考えて、うん、2階の奥の部分はコンクリートなんですけど、確かに前面コンクリート、後ろ、あ、前面木、後ろ背面コンクリートっていう分け方ももちろんある、うん、スティーブン、Can I share my screen?Stephen, can you allow share screen? No, no, sorry, you can. You can. Already. Ah, it's on now. I put share. And then okay. You select where this one. Mm-hmm. なんで こちらがコンクリートの部分、はいはいはい、なので屋根も、コンクリート で、うん、木造の部分は木ですね。上のその右側のその要はくねってなってるところっていうのは、ここそこもそこは下の部分ではどこに使ったところなんですか？これは下ではなくて、ここの前階段のトップの部分ですね。ああ、なるほど。で、防水とかこれどうなってるんですか、これっていうのは。防水はここ、ここで防水してて、ここガッターなんですけども、遠いになっていて。はい、で、こちら木造部分防水してあります。あ、で、ペイント、船の底とか塗るような強いペイントで、こちらも全部木なんですけども、ちょっと塗装で、防水塗装してます。あ、塗装してるんだ。なんか外観見るとなんかそのまま無塗装のように見えたけど、塗装してるんですね、これは。塗装してます。あ、木の部分ですよね。はい。ここは塗装ですね。塗装して雨の防水塗装されて。壁面の部分は、壁面の部分は無塗装。壁面の部分は外壁もしてます、はい。あ、そうですね。なるほど。南アフリカでさっきちょっと気候の話聞きましたけど、はい、どんな感じなんでしたっけ？ちょっと気候は地中海性気候で、まあ、夏は暑くて冬は、夏は暑くて
冬は寒いんですけど、そこまであの日本みたいに厳しいわけではないので、あのエアコン、まあ、普通のエアコンでなんとか快適に。なるほど。ただあの、まあ、窓を多くたくさん取って通風っていうことは取ってます。これクライアントとの関係性っていうのはどういうところからあのお願いが来たんですか？あ、関係性お願いですか？要はこのプロジェクトがの依頼がどういう形で来たのかっていうか。まあ、ヨハネスの両親なんですけれども。ああ、そうですね。最初は、まあ、ガラージ2台入る、車庫が欲しいっていう話だっただけだったんですけれども、うん、最終的にはあの膨らみすぎて、こういう状態に。なるほど。あの、でかくなってしまいました。なるほど。そこで1階部分のガレージがもともとの。そうですね、はい、2台入る車で、うん、車庫で、あと、まあ、防犯、あの、まあ、あのにちょっと危ない物騒な時もあるので、うん、あの隠し金、隠し収納庫みたいな、そういったガジェットなものも詰めていて、さで上に書斎という形です。あ、そうね。え、結構治安としてはそんなに良くないんですか？そうですね、あ、まあ、日本とかヨーロッパと比べると。なのであの監視カメラガンガンについているんですけども、なのでこうリモートで現場を管理してた時にも、その監視カメラ、もともと防犯用の監視カメラで現場がチェックできたという24時間。うん、あ、そうなんだ。あ、いや、maybe 今あのCan you connect now? No, if you would like to see, we can show the CCTV. 今あの実際お見せすることが監視カメラにつないで、南アフリカの現在の風景をお見せすることができるので、ちょっと試してやってみてもいいですか？ Can you try? No. 今映ってますか？はいはい。あ、これ、そっか。これが正面か。あ、こういうとこなんですね。敷地が、そっか、もう道路から近いところなんだ。はい。え、これ階高どのくらいあるんですか？結構高く見える気がするんですけど。階高。The height, the total height. It's the size of the... いや、でも、パネルの寸法、規格寸法なので。3.6 メートルの2倍です。7.2 メートルか。え、それ階段っていい？ 3.6 です。はい。パネルの。3.6 メートル。ああ、そうなんだね。うん、なるほど。パネルというか、木の規格寸法。うん、そう、あ、その、このやってることはすごく面白いと思うんですけど、そこの、なんだろう、すごくまあ、こうアイディアとしてはすごい合理的じゃないですか。要は型枠を、はい、あの使い回して2階を作るっていうのはすごい合理的だと思うんですけど、でも結果そこで、なんだろう、一般的な型枠にせずに、まあ、家具職人が作ったような、まあ、いわゆるその内装と同じような、作り方で型枠を作ったっていう、そこのギャップがあのなんでなんだろうと思ったんですけど、そこら辺は何かいいとこがあるんですか？なんか普通に考えると一般的な型枠がこうストンとこう上に行ってるから、まあコスト的にもあの広報としてもめちゃくちゃ合理的っていうような感じが、うん、あの最初の印象としてあったんですけど、うん、その今結果的に、はい、そうな、あ、そこら辺の合理性と、そのなんだろう、こう多分プランの、 あのお金のことも考えると、うん、この型枠を使って、あ、きちんとした型枠を使ってすんなり工事が進んでいったら、多分そこまであの変化はなかったのかな。その内装の仕上げとかに、まあ、1とか使ったわけではないので、はいはいはい、そういう意味でこうトントンぐらいかなと思ったんですけども、やっぱりこう精度がすごく必要だったので、向こうの施工の人たちにそれを求めて何回もやり直ししていく過程で、多分お金が結構、ああ、あの使っ
出ちゃったのかなっていう気がします、ね。じゃあ、その進んでいけば、そういう合理性からやっぱ導かれたっていうところも。そうですね。で、こう向こうの施工レベルというか、朝こうボランティアで来たみたいな普通の人が結構働いてたりしたので、まあ、そこの人たちに求める、で、まあ、何回かやり直しするとか、そういうところがちょっと、ただやっぱりその間違いを許容できるデザイン、間違いを許容できる形っていうのも、まあ、テーマとしていて、そういうこちらではコントロールできない部分が起きても、まあ、それがうまく調和できるような自由さも持ったものになったんじゃないかなと思っています。結構これ時間かかりましたよね。この前U35 の時から。はい、あ、そうですね、だいぶかかりました。最近出来上がったってこと結構時間かかりますよね。それ、はい、時間かかった理由っていうのは何なんですか。もともと母屋の改装も結構大きな大掛かりな改装もしていて、はいはい、そっちの方でだいぶ押してきてっていうのも、 あとはもう母屋の方もやってるんですね。じゃあそうですね、であとは本当に全て全部決めてから、まあ、こっちが現場に入れないっていうのもあったので、全部こう決めて決めて決めてから、スタートっていうのもあったので、まあ、見切り発信とかはできない感じなので。もちろんトータルで何年ぐらいかかったんですか。トータル2000設計から進行までということで、ね、ま、夏、こっちの夏に設計始めてたの、その夏が2年前の夏、3年前の夏か。How long are we working in this? 2年、2017年の夏ぐらいですか、から始めて、設計というか、もう構想を始めて、うん、去年終わったってこと。なるほど。でもアイディアとしてはすごい、あれですよね、こう、僕は新鮮だと思ってるんですけど、こっからどういう形で、その、この、要はこう、使い、まあ何かもともとは、なんだろう、こう、建設の過程で、捨ててしまうようなものを、まあ実際その建築に再利用することによって、なんだろう、こう、なんだろうな、まあ、建設のそのプロセスと出来上がる空間に、まあ、裏表がないっていうのかな、なんか、建設の時にまあ仮設だったりとか、まあ、最終的にその、そのプロセスでは必要だけど、最終的には建築としては必要ないものって結構多いじゃないですか。で、それを、まあ、全てではないかもしれないけど、まあ、このコンクリートで型枠っていったら、まあ、結構大きな部分になると思うんですけど、そういうところをまあ使い回すことによって、この実際その建築現場にこうあったものがそのまま多くの部分使われて最終的に建築になるっていうのは、まあ、僕なんか可能性があるのかなっていうのもちょっと思ったんですが、そこら辺今後というか、まあ、まあこれでもいいけど、そのもっと大きな話として、これから建築を作っていくのか、それとも、まあ、この建築から発展してたのかっていうことで、どういう建築のビジョンを持っているのかなっていうのをちょっと聞きたかったんですけど、うん、共通してやっぱり自分たちで考え出した形とかではなくて、素材がこうだからこうとか、まあ、現地がこうだからこうといったような、まあ、あるものをこっちが見つけて拾い上げて作っていくということにやっぱり興味があるので、まあ、これは今回はこうだったんですけど、また次のプロジェクトでは別の形でなるべくこう自分たちで作らない。その建築、さっきプロセスが何だ形になっていくみたいな話があったじゃないですか、はい、あそこら辺の話もうちょっと聞かせてもらえますか。そのプロセスも毎回その余剰金でだいぶ変わってくるので、今あんまりこう予想というかどういうふうになっていくかなというのはお話することはあまりできないんですけども、
今回のこのプロジェクトのお例に挙げてもらって全然いいんですけど、そのプロセスが形になっててっていうところをもう少し噛み砕いて説明すると分かりやすくなるかなと思ったんですけど、今回のあの形、いろんな少し不思議な形が結構出てきたんですけど、そのドアの玄関の入り口の庇の形であったり、あとこの丸いこう螺旋階段のトップの位置だったり、そういったこうどうやっても出て自分たちは出てこないような形が出てきたときに、それに対してどう対処するか、どう自然な形で組み込んでいくかっていう、そういうところが、プロセスが形になっていく。なんだこの写真って なんでこういう形になったの、これって。これ螺旋階段の降りた位置です。2階に上がったときに、ランディングの形です。ああ、そうなんだ。なるほど。あとプロセスが形になるって話で、やっぱり今回リモートでずっとやっていたので、コントラクター施工の人たちが結構パネルを大事には使わないで、こう本当はこのパネルここなんだけど違うところに使っちゃったりとか、カットしちゃったり、勝手にそういうハプニングのプロセスからまたどんどん形がどんどん変化していって、じゃ切られちゃったからじゃこうしようとか、場所が違うところに使われちゃったから、まあ、変えていかなきゃいけないっていう、まあ、そういう離れているから管理できないことをプロセスとも呼んで、まあ、そのハプニングにどうやって対処していくかっていう。これってそのプランニングの時からそのどこの型枠はどこに使うっていうのをもう決めて、まあ、そうですね。でそれで図面も書いてそのように送ってるんですけど、まあ、その通りな、まあ、いかなくて、向こうの人たちどの型枠も同じだろうみたいな、うん、そこもあったの。まあそうだよね。やっぱそのでもそこは面白いとこでもありますよね。うん、要は、はい、その施工者たちもある程度要は建築のプランニングをこう理解しないと施工できないわけじゃないですか。だから、うん、まあそこがなんかこう可能性としてこううまく発展していけると、なんだろうな、こうなんか今までと違った建築になるような気がするしますね。で実際この作品すごい僕面白いなと思ったんで、まあできたら写真とか見せてください。外観とか。はい、ですよ。じゃあそっか、でもこっちのじゃあその最後のじゃあ共同で作ったパビリオンの方ですよね。これどういう感じで2つの事務所で協作して作って、もう最初の段階からもディスカッション、もうみんなでディスカッションって感じだったんですか？実は一番最初は別々の展示だったんですね。うん、なんですけど、まあ、一番バジェットの問題とかあって、はい、で、一緒に一個の展示にしようっていうところから始めて、で、そこから先は、まあ、2事務所と、あとはそのデシンゲルの展示施設の人たちとも話しながら、まあ、彼らもバジェットがタイトだっていうのは理解してたので、その中でじゃあ何ができるかみたいなのを話していく中で、まあ、じゃあその素材に関してはデシンゲルの、ストック、過去のやつで使ったもう使わないストックがものすごくたくさんあるので、その辺もしかしたら使えるんじゃないって言われて、その地下の倉庫を見せてもらったところから、うん、あ、この辺使ったらなんか面白いものできそうとかっていう単純な話から、スタートしてました。なるほど。で、これってその用途としてはどういう用途になるんですか、これっていうのは。用途は、もともとこれを作ることっていうのが、その天井、模型とか図面だけ、その今まで建てたものの 再表現として作るっていうよりは、まあ、その空間を作りたいっていうのがあったんですけど、でじゃあそのパビリオンが何になるのかって言ったら、まず空間であることと、その中に、展示の、まあ、壁に、転写、木にそのまま転写した図面だったりとかを、
あ、そうなの。写真だとなんか図面が見えないんだけど、これ図面がやる前のところでロックダウンになって止まっちゃったんです。なので、そういうのが あったはずという前提での話なんですけど、あでなんかそれ自体が展示空間になっていて、であとはその外側、もともとの展示の期間っていうのが春から夏にかけてだったので、それも映ったんですけど、その気持ちのいい時期なので、展示の内部の空間使うよりも、外で、まあ、そのパビリオンの外壁自体が、例えばレクチャーとかやるときのバックステージになるような。で、ここの、中庭っていうのが、ちょっと本当にあの微妙な、写真だとあの結構わかるかと思うんですけど、あの傾斜がついてて、真ん中の方が下がっていってるんですけど、何もない状態だとあんまりわからなくて、でそういうものをこれ立てることで顕在化できるし、でそこがそのステージの中心になるような形にできるんじゃないかというような話で、こういう形に考えてます。そうなんだ。なんか、そうね、じゃあもともとはじゃあ展示空間として作ったってことだったんだ、基本的には。そうですね、うん。中と外が両方その展示のために使えるようなものとして考えてました。なるほど。これ、そのエントランスとしてはこう、ま、真ん中から入るって感じなのかな。なんか、要は筋交いみたいのが、あの、はい、写真の奥に見えるんだけど、そこからはもう入れない、はい、入らないって言ってない。入れないですね。この長さが結構あって、その傾斜がものすごく緩やかなんですけど、真ん中のところはまあ人が普通に入れる高さ。で、端っこの方はもう人が出入りできない高さになっているので、うん、あ、そうね、まあ、空いてるんですけど、そこがもうそのまんまエンドっていうような形に。うん、何メーターぐらいなんですか、その端で、大体。端で 1.2 メーターとかですね。ああ、なるほど。あ、じゃあ端まで行くと屋根の上が見えてくるって感じなんですか。そうですね。ここから見ると。いくつか載ってる写真の屋根を撮ってるやつとかは、あの普通に目線で撮ったやつとかも中には混じってます。うん、で、これすべて木材も廃材なんでしたっけ、なんかさっきの。すべて廃材ですね。うん。過去の展示で使われたものを、選択して選び取って作ってます。なるほど。この、さっきと似たような質問になってしまうけど、その、この反復性でその微妙なその歪みっていうところ、ここにも出てるじゃないですか。はい。で、そこはやっぱ、共通してて面白いとこでもあると思うんですけど、はい、今後そのなんだろう、こうまあこういうその施設というより、まあもっと別な形のその建築もおそらくプロジェクトやられてると思うんですけど、はい、どうなんですかね、ここら辺でなんか全体、他のものにどういうふうに応用されてるのかとか、他のもうここだけでも、でも2回これ出てきてるじゃないですか、この、でもまあこれ共作だから、まあ、たまたまなのかもしれないけど、でもまあ、なんとなくそこは共通点としてあると思っていて、はい、なんか、そこの可能性というか、なんか、どう考えてるのかっていうのを聞きたいですね。まあ、意図せず形が出来上がってくるってところがやっぱ重要ってことなんですかね。そうですね、そう思ってるんですけど、もちろんその、まあ、どこかで自分で設計のタイミングで形を、まあ、決めてるというか、いくつかある中から選び取ってるので、それをどういうふうにやってるかっていうと、まあ、なんか一個あるのは、これの場合はパネルなんですけど、さっきのやつは木の、線洗剤で、木造って結構なんかそういうのを、単位を揃えとかユニットを揃えながら、それをちょっとずつずらしていってみたいなことがすごく自由にできるなと思ってるんですけど、例えばじゃあそれがベルギーだったらレンガが一番よく使われるんですけど、じゃあレンガで同じようなことができるかって言ったら、まあそのまんま翻訳はできないと思うので、同じような興味を持っているときにレンガでどういうことができるかとかは、まあ、これからトライしてみたいなと思ってますけど、今のところはそういうのをやった機会はまだないですね。でも そのやっぱそのこの2つの事務所両方ともやっぱりその広報にすごく
着目しているところがやっぱ強いじゃないですか。強いっていうか、まあそういう共通点を僕は感じたんですけど、これは何なんですかね、このベルギー特有の何かあるのか、それとも何か共通の時代性なのか、どういうとこなんですかね。まあ、僕その要はまあこれ U35 の時はバラバラに聞いてたのは確かに覚えてたんだけど、これ一回同じ展示をしてるから、もしかしたらこう一緒の事務所だったのかみたいな感じにもちょっと勘違いしてしまうぐらい、そのまあ広報からその空間が出来上がってくるって共通点は割と強く現れてると思うんですけど、そこら辺はどうなんですかね。その一つあるのは今僕らは少なくとも、まあ、スティーブンがベルギーにいて僕が日本にいて、で一緒に日本とベルギーの仕事をやってるんですけど、そのベルギーなのかヨーロッパなのか分からないんですけど、特徴としてあるかなと思うのは、日本って結構まあ既製品が多いじゃないですか、はい、でまあコストがすごく制約がある中で物を作っていくってなると、やっぱり既製品から考えをスタートすることが多いと思うんですけど、ベルギーってそんなにこう既製品で物を全部作っていくっていう感じがないので、逆に言うとそのまあ一から作り方を考えるっていうことがことに対して割と寛容で、それをやるから、じゃあその職人の手までいきなり金額が上がりますとかっていう感じはないので、結構その作り方から一緒に、まあ、職人さんだったりとかと話して考えていくっていうことが、まあ、日本よりはやりやすいっていうのはあって、でそういうところから最初にじゃあこういうアイデアを持ってた時にどうやって作ったらいいだろうみたいなのが、日本にいる時よりは柔らかく考えられるっていうのはあるかなっていうのは働いてて思います。なるほど。ヤンデビルダーとかそこら辺の建築家に対してはどういうふうに思ってるんですか、そのお二方というか。まあ、ヤンデビルダーも割とやっぱそういう広報的なところっていう意味では、ちょっと共通点としてはあるじゃないですか。それやっぱ今、服部さんがおっしゃったように、なんか国の、その、なんだろう、施工プロセスが強くやっぱ影響してるってことなんですかね。は間違いなくあると思いますね。その今言った話ともつながると思うんですけど、まあ、結構自分で物を作る、3匹の子豚の話あるじゃないですか。レンガ自分で飾って作ってくる、はい、ベルギー人って建築家に設計だけ頼んで、あとはパーミッション通ったら、はい、本当に一般の人たちが自分でブリック積んで家建てるとかっていうのを普通にやるんです。それなんかブリコラージュの国で、だそういう意味で言うと、ヤンデビルダーのやってるのとかは、その文化のあり方をもっとなんか、エクストリームにしてる。っていうので、外から見るとものすごく特殊なことに見えるけど、ベルギーで見ると、まあなんか、みんなやってることをもっとなんかクレイジーにした感じだよね。っていうふうには見られてると思います。そっか。じゃあ本当、セルフビルドっていうのも普通にやられてる。そうです。なるほど。はい。じゃあそっか。はい。あ、いいえ、いいえ。いや、大丈夫です。そっか、じゃあ、それ、まあ、そうだとするとさ、やっぱそういう環境の中で、まあ、確かに、日本は日本で、やっぱ、日本の建築の、やっぱ、特徴っていうのは、やっぱ、あると思うんだけど、その、やっぱ、その中で、やっぱ、それぞれ、やっぱ、可能性が別なところにも見てると思うんですけど、例えば、じゃあ、ヤンデビルドとの違いであったり、まあ、要は自分の中でそういう環境で建築を作るっていうことの可能性っていう意味ではどういうふうに思われてますか。例えばそのヤンの建築とかは、僕はそのすごくまあベルギー的だなとそういう意味で思ってるんですけれど、僕らがその広報とかに興味があるのは、その広報とかそのブリコラージュ的なものの面白さ自体を見せたいというよりは、結局じゃあそれが出来上がる空間とか、その空間体験を通して人の心理とか知覚にどういうふうに影響を与えるかっていう部分に一番興味があるので、
そのなんか入り口がそのこう入り口っていうか、まあ使う道具とかがその広報の部分だったりとかは確かにするかなと思うんですけど、あんまりそのそれ自体が自分たちの建築の特徴だったり価値っていうところで終わらないようにしたいなっていうのは思ってます。そっか、で、なるほど。この再利用するってところに関してはさっきのそのパインコンクリートハウスですよね。だからまあそういう、まあ要はある材料から建築のプランニングとか、その要は空間のあり方がこう導かれていくっていうのは似てるというか、まあ共通してると思うんですけど、まあそこのそのあるものは材、まあ、ある材料とか、そのまあそういうところから建築に発展していく可能性っていうのはどうなんですかね。そのこんな高杉さん私広報に全く強くないのはもう明らか、今のトークで明らかだと思うんですけれども、やっぱりその、まあ、再利用にこだわるわけでは全くないんですが、そのプロセスが形になるのが面白いというふうに思っていて、でまあその偶然に起きてくることに何に興味を持って何を楽しいと思って拾い上げるかっていうことだと思うんですけれども、今回のこのパビリオンも石上さんのフロアですね、もうちっちゃい穴が開いて、たくさんちっちゃい穴が開いてたらしくて、そこから持ってきたのが何で開いたんだろう。模型を多分1個ずつつけるのがあって、それが雨漏りになっちゃって、施工中に穴すごい目で見たらよく分かんない穴がいっぱい開いてるみたいなことが発覚、後で発覚したり、あとこのディテールなんかも結局は現場の家具職人の提案によるディテールだったり、そういったなんていうんですかね、リアルタイムで起きてくるアプリングや偶然が結局最終的にそういうのすべて包み込むように丸く一緒に共存できるような建築っていうのが現れてる。どっちの南アフリカの住宅でもこっちのパビリオンにも同じ共通点なのかなとは思ってます。極端に言うとその図面とかそういうものがなくても出来上がる建築っていうのが、まあ、極端な話理想というか何かあるんですかね。要はまあ一般的にはやっぱ図面の通り作っていくことがすごく、当たり前じゃないですか。大体建築が図面描いて、でまあその通りに工務店が作ってるのを確認していくっていうのが、まあ大体の建築家の管理の仕方のプロセスだと思うんですけど、まあそうではなくて、まあそこで要は意図してなかったことを、まあ、建築に取り込んでいくってことを考えると、まあ最初からプランニングがないっていう状態から作っていくっていうのも多分極端な話としては、あるような気がするんですけど、そこら辺はどう考え、そうですね、本当に重要性か図面の限界を感じてるのかっていうところ、図面通りにもちろん進んでくれることを前提にやっているんですが、だって気づいた、まあ、そんな作品も多くないですけれども、やっていくうちで気づいたこととしては、やっぱりこのなんだろう、ぶれない何かじゃないですか、なんかこう常にこう図面通りに行かないことがあっても必ずこう戻ってこれるような、なんかこうコアとなるものがその作品プロジェクトごとにこう自分の中で分かっていたら、まあ、どんなハプニングがあってもこ うまく丸くなるんだなっていうことなので、まあ、もちろん図面通り進んでほしいんですが、まあ、そういうことを気にしなくなった、まあ、そういうことを許せる、ハプニングが許せるようになった時点が、まあ、理想なのかな。なるほど。なんか今の話を聞いてると、やっぱりその図面でその全てを指示しないっていうところがやっぱハプニングが起こりやすいじゃないですか、今の話聞くと。で、まあ、まあ昔のそのまあ日本でいうような大工の図面とかって、まあ割ともうその今のその
図面みたいに、まあ、かなり抽象的じゃないですか。ディテールがほとんどなくて、まあ、ディテールはまあ大工さんの頭の中にあるっていうのが多分あの昔の大工の図面だと思うんですけど、まあ、そういうようなあのなんだろう、こう、まあ、指示書としてのこう図面自体がなんかその今おっしゃってたようなあの要はこうハプニングを導くようなあのものとして書かれていくっていうのはもしかしてあるのかなと思ったんですけど、あ、まあ、そうすると図面自体も今までと違ったような感じになるのかなと思ったんですけど、今までのプロジェクトから言うと図面として間違いようがないんですけども、やっぱりそこも面白くて、やっぱ人間って本当に予想できないなって、相手が何をするかって、あのどんだけこう細かくしても、まあ、うん、なんか起きちゃうなっていうところもあるんですけど、逆にあの石上さんの図面とか模型とかっていうのは、まあ、雑誌とかでこういろいろ載ってるのを見てみると、あの図面としてではなくて、なんかその現実の現物の建築とはまた違う強さというか、本当に言葉にできないこう雰囲なんか世界が広がっているんですが、あのその実物のものと写真施工図、模型写真ドローイング、コンセプトのスケッチだったり、そういったものとの関連性っていうのはどういうふうに捉えているんでしょうか。そうですね、だからやっぱり僕図面ってやっぱ建築を表現する上ですごく大事なものだと思ってるんですね。やっぱ建築、出来上がる建築と図面っていうのは同じぐらいやっぱ建築家の創作物としては重要だというふうに思っていて、でまあやっぱりあの昔のそれこそ教会のプランとか、まあ、あの図面自体がやっぱりこうあの建築のこうあり方をこう示すっていうのは僕は結構 大事だと思ってて、あのもちろん出来上がる建物も当然重要なんだけど、やっぱり建築がどういうふうにあのこう伝播していくかっていう話になった時に、まあ、建築写真っていうのも当然20世紀にはあの大事な、まあ、建築メディアとしてこう現れてきて、まあ、実際今あの違った形であの建築に影響してきてると思ってるんですけど、例えばあの20世紀その要は写真の技術があの建築のメディアとしてあの扱われた頃っていうのは、やっぱり写真が写真家建築写真家が撮ってたから、やっぱりこの建築の正面性とか、まあ、このアングルからこうあの建築を撮るっていう想定で設計していくところもやっぱあったと思うんですよね。それが今こう SMS とかこういろんなところで誰でもみんなが発信できるような状態で写真が撮られるようになると、やっぱりどこが正面かとかっていう話とか、あの建築まあ多分あのだいぶそこら辺も変わってきてると思うんですよ。変わった意識として、一般的にもうあのコルビエなんていうのもやっぱり自分で撮った写真で修正して、それしかやっぱメディアに流していかないところで、やっぱそのイメージがすごく焼き付いてると思うんですけど、今はまああのいろんなあの不特定多数の人が適当にというか、まああの成り行きでこう撮ったようなものがこうどんどん流れていくような時代だから、そういう意味でやっぱ何かやっぱ建築のこの捉え方も変わっていくと思うんですよ。でもそれと同じようにあの図面っていうのもあの建築をこう伝えていく意味では重要なメディアだから、あの要はその建築を作る、まあ、あのプロセスとか哲学とかコンセプトとか、まあ、そういうものが、まあ、そこに反映されていればいるほど、あの、まあ、建築と同じように、まあ、そのなんだろう、こう建築、その建築家のこう世界観だったりとか、まあ、方向性とか目指すものっていうのがあのより分かるというのかなと思って、僕は、まあ、図面も重要だと思ってるっていうところですかね。なんかこうやっぱり選択されてる写真とか図面がすごく不思議だなと思っていて、あの本当に決めすごいバッチリ決まった竣工写真っていうようなものじゃないものがたくさん載ってる場合とかもあって、でなんかもしかしたらこう日本語とかが読めなくて建築のこともあんまり知識のない人が一冊の石上さんの本とか見たら、なんか建築の本って思わないで、もっとこういろんな図鑑的 なんかストーリーがあって、いろんなあの情報が載っててみたいな、建築以外のものとして見られることもあるのかななんていうふうに思っていたんですが。そうですね、まあやっぱ写真、そうですね、なんだろう、
まあ、僕たちあの、まあ、建築の写真家に頼むことも多いんですけど、最初にやっぱり結構自分たちの事務所であの写真をすごいもうめちゃくちゃたくさん撮るんですよ。撮って、まあ、あのなんだろう、こう写真を撮ることによってこう初めてその設計意図が見えてくるっていうのは多分僕の中ではあるような気がしていて、つまりまああのまあ、全員とは言わないけど、まあ、一般的な、まあ、建築写真家 の、 あのアングルだけよりはあの自分たちがこう作ったものだから、あのこういうふうに撮ったらあの一番コンセプトとしてとかあの使い勝手として伝わるんじゃないかとかってやっぱ結構あると思うんですよ僕は。でだから自分たちなりにこういろいろこう撮ってみて、まああこういうふうに撮ればこう自分たちが意図してるものが、写真としてこう表現できるんだとかっていうのは結構やっぱスタディみたいな感じでいっぱい撮るんですけど、だからそういうことで、まあ、まあもしかしたらその普通の建築写真の構図とか、まあ、そういうところとは、まあ、ちょっと違ったものももしかしたら中にはあるのかなっていうのはありますね。はやっぱりなんだろう、その建築のその専門性っていうところを少しやっぱり敷居を崩したいっていうところがなんとなく僕の中ではあって、そのまあ当然その図面にしてもあの建築写真にしても、まあなんだろう、こうやっぱフォーマットがあるじゃないですか。でまああの建築の専門家の人はそれに習って読めるったりとか見たりとかっていうのはできると思うんだけど、まあ、そうじゃない人たちがこう同じようなレベルで建築のその、あの、あり方を理解できるっていうのは僕は結構大事なのかなというふうに思ってて、だからまあもう少しその建築をやってない人たち、まあ逆に言ったら、まあそれこそあの高齢者の方とかもう子供とかもあの分かるぐらいのもの、分かるっていうのが要はあのなんだろう、感覚的に分かるだけじゃなくて、やちゃんとそのあの僕たちが考えていたレベルと同じレベルぐらいであの伝わるってところをなんか目指していきたいなとは思ってます。あの今の話につながることで僕も一つだけ質問いいですか。はいはい。あの一昨日五十嵐さんとも喋ったんですけど、その中で、はい、石上さんの話をしてて、海斗広場に行った時にあの、はい、ここはフィクションとは全く切り離された無縁のところで作られている空間で、別になんかその一般的な固定概念とか何にも分かんない人だったり、もっと言ったらあの犬とか猫でもきっと同じように感じる、で同じようにあの空間を体験するような場所ができてたっていう話をしてて、で単純な興味として石上さんのそういう建築ってどこから、そのフィクションとかと全く関係がないんだとしたらどこから来てるんだろうなというふうに思っていて。そうですね、だからなんだろうな、でもさっきの話ともつながるかもしれないんですけど、やっぱり建築をこういうふうに使うっていう使い方っていうのは、まあ、結構その国の文化とか、まあ、その人の価値観とかと結構結びついてると思うんですね。例えば住宅であったら、まあ、その人しかもしかしたら使い方が分からなくてもいいっていうものもあるじゃないですか。でそしたらやっぱり、まあ、そういう作り方も当然あると思うんだけど、まあ、誰でもこうそれこそさっき言ったように猫とかも入れるような普通のその要はもう誰でも入れる空間だとしたら、やっぱりそれはそれでそういう作り方をしないと僕はいけないと思ってるんですね。だから僕はそのプランニングのレベルとかそういうものがそのなんだろう、そのそれぞれのそのプロジェクトによって設定する条件のレベルっていうのは全然違ってきてる、違うと思っていて、さっき言ったように住宅だったらもう極端にやっぱりそのクライアントの個性とか価値観とかが反映されてるされてるほどいいような気がして、逆にその人以外の人が
使えなくてもいいんじゃないかと思って。で一方でその、まあ、不特定多数の人たちが使うっていうところではやっぱりそれとは違ったレベルのプランニングのあり方が必要で、それはまあ逆に言うと誰が見てもとか誰がそこに行ってもだいたいこういうことを感じてこういうふうな行動を取るなっていうようなあのところはなんか目指したいと思ってて、特にまあその海斗広場なんていうのはそういう意味で割ともう家具をあのなんかなくとも、まあ、床に座ったりとか寝転がったりとか歩いたりとか、まあ、で家具を置くとしたらまた、あ、この辺だろうとかっていうのが、まあ、自然と分かってくるようなあの作り方をこうしていったっていうところで、だからやっぱそこは建築の僕は自分の中で面白いところだなと思ってるんですけど、その要は、まあ、いわゆるその機能性っていうのがこう一律にそうなんだろう、こうどの建築でも同じように条件としてこうあるのではなくて、その機能の考え方自体がプロジェクトによって全然その変わってくるっていうのは結構可能性としては面白いなと思ってるし、で特にやっぱ今の時代ってその例えば20世紀のそのまあいわゆるそのモダニズム時代のああいうその機能のあり方とだいぶ違うと思うんですが、あれは量産を前提にして考えてだから、まあ、ある程度やっぱりみんなが同じ機能を同じようにその使うっていうような前提で作られていて、だからこそやっぱ一つのこう未来像がこう描けたと思うんですけど、まあ、今の時代やっぱりこう国によっても人によっても価値観が全然違うから、まあ、どっちかっていうと、もうその機能のあり方の設定自体のも結構大事で、まあ、そこら辺をなんか考えていくと、その今、その建築家が、そのまあ20世紀だったら、まあ一つの回答を導き出すのが大事だったかもしれないけど、今だったら、その、まあ、できるだけたくさんの回答を用意していくっていう方が、どっちかっていうと大事だと思ってて、まあ、その一つとしてやっぱ機能の設定自体も、まあ、その都度変えてい いく必要があるんじゃないかなとは思ってます。ありがとうございます。はいはい、という感じで、そろそろ時間が。聞きたいことはめちゃくちゃたくさんあるんですけど。あ、そうですか。じゃあ、まあ、もうちょっといいですね。やっとしたら。いいんですか？もうちょっと、はい。そしたら、まゆさん。何かありますか？僕はあともう一つ聞きたい、なんか機能のあり方の機能のあり方の設定って今おっしゃってて、やっぱりこう、まあ、それとちょっと関わるのかもわからないんですけど、どんな方向でも構わないんですが、石上さんにとって建築の始まりっていうことから何を感じますか？建築の始まりという言葉、どういうふうに今プロジェクトって言ってしまう、プロジェクトというのを建築というのか分からないですが、どういうふうに始めていっていますか、普段そのプロジェクト、それぞれのプロジェクトってことですか？そう、それでもあるし、まあ、建築じゃなんだろう、こう誰かの建築物でも自然でもいいんですけれども、はい、なんかこれが建築なのかなっていうふうにご自身が感じる瞬間、はい、それが自分自身のプロジェクトの中であったり、また自然であったりあると思うんですが、なるほど、それはすごい難しいし、むしろだからそこがどこなんだろうって探しながらやってるような気がするんですけど、まあ一つはあれですね、僕はそのなんだろうな、まあ建築の始まりっていうのは、まあ、ちょっと今の質問に答えられてるかどうかわからないけど、まあ、建築が要は建築ってその今の時代の他のいろんなものに対して、例えば、まあはい、テクノロジーとか、まあ、いろんなものに対して作るのも遅いし残っていくのも長いと思うんですよ。で何だろう、こう特にまあ今の時代だからこそかもしれないけど、その、まあ、テクノロジーをこう安易にその建築に取り込むってことが難しくなってるんじゃないかなって気はちょっとしてるんですね。要は
まあ、もう一回20世紀の話に戻っちゃうけど、モダニズムの時代っていうのは割と、まあ、機械と建築っていうのが近いスピード感で捉えられたと思うんだけど、まあ、今その建築に今のテクノロジーをこう取り込もうと思うと、まあ、極端に言うと何ヶ月か先にはもうそれが陳腐化する可能性もあるわけじゃないですか。だからそう思うと僕はもしかしたらこう今の建築のあり方っていうのはどんだけテクノロジーと離れられるかなのかなともちょっと思ってるところがあって、それがまあ要は建築をどう存続させていくかってことにもつながると思うんだけど、まあ、それぞれの時代やっぱりその建築をどう残していくかっていうところは結構やっぱ建築の根本的なところにもあるかなとは思っていて、もちろんその例えば日本のバブル期80年代とかあったら、まあ、その仮設性の部分に要は建築の長さのリアリティを求めていたかもしれないし、まあそれこそも古代であったらその何千の数千年残っているものもやっぱり実際には遺跡としてるかもしれないけど、まあ、あったりするわけだし、まあ、建築をこうどういうスパンでこう存続させていくかっていうのは建築を考えるところで僕は結構大事というかもう根本的なところなのかなとも思っていて、でそういう中で考えて、さっき言ったように今の時代建築、僕が建築を建築として読めるものをどういうものを作っていくかと考えた時にはもしかしたらテクノロジーとどんだけ離れられるのかなっていうところが今の時代の建築の根本的な考え方にもつながるような気もしてるっていうのは漠然と思ってたり最近するとこかもしれないですね。もちろんテクノロジー重要なんですけど、実際要は何だろう、そのこうプロセスとしてはもちろんテクノロジー使うことあったとしてもハードとしての建築にテクノロジー的なその要は機械設備があんまりつかないで成り立つっていうことの方が僕はまあなんか重要な気がしてますね。なんかむしろそれはもう建築と切り離されてた方が要はもうその要は使う人にとっても例えば逆に住まあ住宅だったら住まい手にとっても生活しやすいんじゃないかなと思うんですよね。要はもうデバイスなんていうのはどんどん進化していって、まあ、その都度変えていけるわけだから建築はむしろ何かしらの形でそういうものから切り離されてもまあ、言ってみればそういう躯体のあり方とかが考え出さればいいと思うんですけど、まあ、断熱も含めて全てその要は建築のそのこう根本的なところで環境から空間までこう出来上がってるっていうような、まあ、それがテクノロジーのその手を借りるとも成り立つっていうような、まあ、そういうのはなんか興味あるかもしれない。僕もあと一つだけ質問させてください。やっぱ最後になると思うんですけど、まあ、一人の人間としての石上さんにとって、うん、この僕らが生きている世界で建築を作っていくっていうのがどういう意味を持っているのかなというのをお聞きしたいです。そうですね。そこはすっごい難しいですよね。だからこれもまあやっぱりその今の時代から考えると、その、まあ、人間こう一人のこう世界観っていうのは、まあ、過去と比べて、もう格段にスケールが広がってると思うんですね。で、それは、例えばその、なんだろう、こう、コンビニで何か買い物するときでも、まあ、それこそ、地球環境のことを考えたりとか、まあ、逆にまあ普通にまあ、携帯いじる時でも、まあ、世界の全然逆側にいる人たちに一瞬でこうつながったりとかっていう意味で、もう世界観としてはすごいその今まで過去になかったぐらいの世界観の中でみんなが生活しているような気がするんですよ。でだからその、まあ、一人の人間としてその建築を作るとしても当然やっぱその世界観で建築を作るわけだから単純にこの場所で何かっていうだけではなくて、まあ、何かもっとこう広い広がりを持って建築を一個一個作っていかなきゃいけないんじゃないかなっていう感じはしててそれは
量産の時代のその要は、あの要は建築拡散していくようなそういうあの話とかとは全然違って、まあなんかその要はここだけのことをやってるんだけど、どことつながってるかこうわからないから、もっとやっぱ大きなあの何かをこう捉えようとして建築を作るっていうのが、まあ一人の人間だってもまあ必要っていうか、まあむしろ一人の人間の世界観がなんとなくそういう感じになってるから、あのそういう作り方をしていくべきなんじゃないかなとはちょっと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。そんなところですかね、はい、すいません、だいぶ大丈夫ましたけどじゃあ、うん、ありがとうございました。いつまでなんですか、展示いつまでですか。展示は来週ですね。じゃあ残り頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。